障害学習推進協議会の機関誌ラララの手話コーナーの内容が充実します。手話コーナーの QR コードをスマートフォン、タブレット等の QR コードリーダーを読み取っていただくと、手話の動画がご覧になれます。手話と友達になりましょう。皆さん、こんにちは。私たちは江別市で手話を広める活動をしています。今日は挨拶の手話を覚えましょう。おはよう。おはよう。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。ありがとう。ありがとう。また会いましょう。また会いましょう。